生誕50周年記念ザ・仮面ライダー展が開催されている静岡市清水区のマリナートでは午前11時来場者が1万人を突破し、1万人目となった親子にオリジナルグッズがプレゼントされました。自分たちが1万人とは思わなかったんで本当にびっくりしてます。いろんな仮面ライダーの歴史を見ることがとても面白いなって思います。ピースラス楽しい。会場には仮面ライダー1号から仮面ライダーギーツまでの等身大フィギュアや変身ベルトなどが展示されています。イベントは来月7日まで開かれています。